はい、今日はイギリスメドウェー市の現地国報告ということで、僕たちの、今までの2週間というのを、毎日のその一日一日っていう形式で紹介させていただこうと思います。日大三島高校、木村ひまりです。二良山高校2年の菊森龍太郎です。よろしくお願いします。これから私たちが過ごしたイギリスメドウェー市での宝物のような2週間を紹介します。8月12日羽田空港からヒースロー空港に向けて出発しました。ホストファミリーとの初対面で私は少し期待と同時に少し不安もありました。しかしホストファミリーは笑顔で温かく迎えてくれたので、すごく安心したのをよく覚えています。8月13日、この日はホストファミリーデーでした。イギリスの大きなスーパーマーケットに行ったり、ホストファミリーの愛犬ピップの散歩をしたりしました。2日目なのもあり、自分の英語がうまく伝わらずに苦戦したことも多かったです。8月14日、視聴表敬とマリア教会の見学がありました。メドウェー市についてたくさん知ることができた貴重な経験となりました。はい、8月15日です。8月15日は、歓迎会 と、ドッグヤードにイベントがありました。ドッグヤードっていうのは、向こうでいうその造船所と貿易をするところみたいなところで、そこの、皆さんから見て左上にあるところは、昔使われてた潜水艇ですねとかがあって、右上にあるのは、ウェルカムディナーの写真になります。8月16日はイギリスの東部にあるマーケティへ行きました。すごく海が綺麗な街で、他の観光客が多く訪れているのを目にしました。この日の夜、イーサンの弟が日本人の私のためにラーメンを作ってくれました。日本の味を思い出してとても美味しかったです。はい、8月17日です。8月17日はホストファミリーデーなんですけど、僕はビクトリアと一緒に、大英博物館に行きました。右下にあるものは、ロゼッタストーンといって、ここでしか見られないとても有名なものです。上にあるのは展示物です。はい、8月18日です。8月18日は、イギリスの貴族の、かつて使われてたお家と、処刑台ですね。ギロチンが当時まだ発明される前にあったその首を切る技術っていうのを、直接見てきました。はい、8月19日です。8月19日もホストファミリーデーでした。この日は、僕はローマの昔のローマ帝国の軍が使っていた当時のその村っていうとこと、右上にあるのが伊東市とジリンガム市の友好を記念した記念塔です。左上にあるのは、僕とビクトリアがサイクリングで行った丘なんですけど、ここすっごい景色が綺麗で、日本ではまあ見ることができないすごい綺麗な景色でした。8月20日はホストファミリーデーでした。私はフェリーで海を渡り、フランスとベルギーの観光に連れてって行きました。ベルギーのチョコレートは本当に美味しかったです。またベルギーのビルッセルという町に普通に馬が歩いているのを見てすごく驚いたのが印象的でした。8月21日この日はオリジナル T シャツを作りました。私はサッカーが好きなので、お気に入りのチームのロゴを詰め込んで T シャツを作りました。8月22日ホストマザーの妹と一緒にロンドンの観光に行きました。昔の建物と近代の建物がバランスよく建てられていて、東京とは違う景色にすごく見入ってしまいました。
その後、モーターアクティビティで初めての火薬体験をしました。最後にみんなで海に飛び込んだのが私の一番の思い出です。はい、8月23日です。この日はロチェスター城と、ロチェスター市内の観光に来ました。右下が、ロチェスター城と、左下も、外から見たロチェスター城になってます。そうですね、ここはすごい昔から建てられてたもので、当時の時代をすごい感じさせるものになります。8月24日、この日はイギリス国会の中に入らせてもらいました。テレビや教科書でしか見たことのない場所に本当に自分が立っていることに感動しました。はい、交流としては最後の日になります。これが8月25日です。すみません、写真がちょっと少ないんですけど、この日はそうですね、有効都市の派遣生とみんなで着物を着て最後お別れ会をするっていう日になっています。8月26日、イギリス派遣最終日です。ホストファミリーからは、あなたとの時間はとても楽しかったよ、またいつでも来てねと温かい言葉をかけてもらいました。私はホストファミリーを第二の本当の家族だと思っています。この2週間で新しい環境へ適応していく力を身につけることができ、そして自分の意見をはっきり伝える大切さを学びました。ここで学んだことをこれからの人生に生かしていきたいです。はい、日にちの紹介は終わりです。これから、国際交流のこれからの課題とはっていうのを僕たち派遣生の目線でちょっと話させていただきます。今の時代は SNS を活用できるような時代になりました。その中で、他の県の国際的なアカウントであったりとか、いろんなものをインスタグラムとか YouTube とかで目にすることがよくあります。伊東市でこのような友好都市という素晴らしい活動を行っている中、この活動を伊東市の中で留めておくのは、僕としてはまだこれから改善の余地がたくさんあるなと思いました。うちだけで完結するのではなく、外にどんどん情報を発信していくっていうことがこれからは重要になっていくと思います。今後についてです。私たち派遣生は、新しい派遣生がより良い経験ができるよう全力でサポートしていこうと思っています。最後に、今回の派遣をさせてくださった国際交流協会の皆様や、伊東市民の皆様、ここに来てくださっている、観客の皆様、本当にありがとうございます。このような、ご縁ができたことや、イギリスに行って無事に帰ってこれたことっていうのは、僕たち2人では、到底成し遂げられたものではないと思います。またこれから僕たち派遣生も伊東市や静岡県や日本に向けて、僕たちなりの努力っていうものだったりとか、さまざまな形で貢献をしていけたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。